河川型1994年2月にフェロー諸島で発行された切手ブラウントラウトは、酒目酒化に属する魚で、3つの型からなる。河川型と高古型は、ブラウントラウトと呼ばれ、高海型は、シートラウトと呼ばれる。別名、ブラウンマス、チャマス、茶色マス等、種小名のトラタは、ラテン語でマスを意味する。言葉トラタに由来する。ブラウントラウトは、一生の大部分を、 淡水域で過ごすのに対して、航海型シートラウトは海を回遊し、産卵の時のみ、生まれ故郷の淡水域に戻ってくる。ブラウントラウトも淡水域を回遊しており、航空型は故障を主な生活圏とする個体群で湖から川に遡上し産卵するが、湖の岸で産卵を行うこともある。河川型は流水を生息域とし、鉱山の小川に住むことが多いが、時に、 大きな河川に住むこともある。産卵のために川を遡るグループと遡らないグループは同じ川に住むものであっても遺伝的に異なることが知られている。ただし他の地域に移植した場合、河川型も公海型になる可能性がある。ブラウントラウトは一般にヨーロッパとアジアに生息していると思われているが、実際には国付近まで周遊する。また、ギリシャやエストニアには、 海から遠く淡水のみで生活するものもある。絶滅危惧種とはされていないが、いくつかの地域では生息域の破壊や乱獲などによって数が減っている。フェリオ型は比較的冷たく、酸素の豊富な陸水を好み、特に産地の大きな水流に多いが、他の酒科の魚の最適温度よりは暖かい摂氏15.5から18.3度程度である。ブラウントラウトは、 標準的なサイズの魚で、ある地域では 20kg 以上になり、また小さな川では 1kg 程度以下のものもある。国際ゲームフィッシュ協会の公認記録では、18.25kg のものが1992年5月にアーカンソー州のリトルレッド川で釣られた記録が残っている。多くの地域で環境への適応力に優れ、個体、個体群で生態を変化することが知られているが、 五千回帰率は低い。成熟までに必要な期間は、オスが1年から2年、メスが2年から3年とされ寿命は5年から8年。マスノスケ、銀鮭のように1年程度を淡水で過ごした後、スモル溶かした個体は、公開する。ただし、生息域が寒冷地であった場合はさらに1年から2年、程度淡水生活を送ることも報告されている。冬季に産卵を行い、 2月から3月初旬に、孵化した稚魚は4月から5月頃に浮上する。浮上後は、淡水で生活をし、1年で 10cm 程度、2年で 20cm 程度を、3年で 25cm から 30cm 程度に成長する。一切魚の以降の生活史は、1、修正河川残留、2、修正河川残留、3、高校型、 4. 航海型の4種類あることが知られている。河川遡上する航海型個体の一部には未成熟個体が存在していて、海水温の低下に伴い塩分耐性が低下するとされているため、河川の下流域に越冬目的で遡上し滞在すると考えられている。海を回遊するものはサイズが若干大きく、寿命も長い。ブラウントラウトは昼も夜も活動し、 ついた地中餌を食べ続ける。淡水では、川底の無脊椎動物、小さな魚、カエル、水面近くを飛ぶ、昆虫類なども食べる。従来は、30センチメートルを越すと魚食性が強くなるとされていたが、20センチメートルを越すと強い、魚食性を示す。淡水のものは、フライフィッシングの対象にもなりやすく、海を回遊するものは主による、ルアーを使って釣られる。 ブラウントラウトの産卵は、体西洋酒とよく似ている。平均、メスの体重 1kg あたり2000個の卵を産む、長野県安土川上流、北海道知床半島、秋田県では、天然イワナとの交雑が確認されている。さらに、水産試験上の大病性を高めた、種の作出を狙った人為的な交雑例でもにじます、イワナとの交雑種も可能である。ブラウントラウトは、 世界的に広く分布するニジマスと比較してやや癖があると言われるが食用にも好まれ、刺身、寿司種などの生殖化燻製として食べられる。多くのレシピもあり、フライ、グリル、オーブン焼きなどニジマスとほぼ同様の調理が可能である。人為的な放流の他に、公開型個体の高画化線とは異なる水域への遡上による生息域の拡大が懸念されている。また、 日本での生活史は不明であったことから、河川環境管理財団らのグループが2006年と2007年に、北陸地川、国別川、函館湾を中心とした水域で調査を行った。その結果によれば、しかし、公海個体が別な河川に遡上しているのか、及び自然繁殖しているのかは確認できなかった。ブラウントラウトは、釣り目的の自然界への放流や釣り堀への供給のため、 北アメリカ、南アメリカ、オーストラリア、ニュージーランド、日本などに持ち込まれた、いくつかの国、特にオーストラリアや北海道などでは、地域の淡水生態系が破壊されて、問題となっており、北海道ではケやマスの卵や事業を活発に捕食するため、2000年代に入ってからは特に注目されてきている。また食品として、重要な魚であり大量に、 人口孵化させられるため、コルシカ島やアルプスの窪地などの閉鎖系では、天然個体群が絶滅してしまったところもある。一方、海遊性のブラウントラウトは、養殖場のサケやマスに寄生するウオジラミの仲間に感染しやすくなったために年々、数が減っている。日本への移入は、1892年にカワマスの卵に混ざったものとされている。日本では、 公的機関主導の移植放流ではなく、台風による養殖場からの移出や遊漁目的の個人あるいは業者が主体となって放流している。他の外来種問題と同じように、在来の酒加魚類との交雑による遺伝子を染と餌として捕食される水生生物への影響のほかに生息域の競合の影響が懸念されている。北海道立水産不可条らの調査によれば、 北海道千歳川の支流では1980年代後半に放流され自然繁殖をしているが在来種であるアメマスを上流域に追いやり生息数を拡大している。千歳川ではサクラマス稚魚が餌として効率に捕食されている。また、ヤツメウナギの捕食が確認されているほか、豊ヨニコでは絶滅危惧種にホ本ザリガニを含む他の甲殻類への影響が懸念されている。 ありがとうございます。